ケンブリッジ大学で19世紀に使っていたエピスコープエピスコープ、またはオペークプロジェクタはオーバーヘッドプロジェクタの元となった機械。他に実物幻灯器、実物投影器、反射幻灯器、エピディアスコープあるいはエピディアスコープとも呼ばれる。不透明な物体を明るい光源で照らし、その反射光により像を投影する。また、スクリーンに像を結ぶために、 レンズやプリズムが使われる。反射光を投影するため、オーバーヘッドプロジェクタに比較してより明るい、照明とより大きなレンズを必要とする。初期の製品ではライムライトが利用され、その後の製品でも小型の製品では、ハロゲンランプ、大型のスクリーンに投射するものでは、メタルハライドランプといった発光に際して熱放射も発生する光源が利用された。そのため、 光源の熱で機器の材質や投影対象物がダメージを受けないように注意が必要となり、投影に際して現行に放射熱がいかないよう工夫が凝らされたり絶えず冷却した。しかし、それでも長時間の投影には向かなかった。このためエピスコープはオーバーヘッドプロジェクターほど普及することはなかった。エピスコープは一般に本のページ、絵画、鉱物標本、 歯などを投影するのに使われることが多い。オーバーヘッドプロジェクターのように講義や講演で使われる、以外に芸術家が画像を拡大する道具として使い、大きなキャンバスに投影するのに使われた。20世紀中頃まで安価なエピスコープが子供向けの玩具としても売られていた。最低限レンズと電球と箱さえあれば自作も可能であり、 作り方を知りした本が存在するなど子供向けの工作の題材としても使われていた。前述の下通り明るさや熱処理の面で難点があり、ビデオカメラが小型かつ安価になってからは、諸賀カメラと呼ばれるテーブルの上にビデオカメラと照明が取り付けられた装置にとって変わられた。ありがとうございます。